双日のビジネスジェットは全長が30メートル、翼長が30メートル、14時間ノンストップで飛行できて、速度はマッハ 0.9、 最高峰のビジネスジェットを運航しております。ビジネスジェットというと、ラグジュアリーな乗り物だと思われる方が多いと思うんですけれども、行きたい場所に行きたい時間に行ける、エアラインでは就航していない都市にもダイレクトで飛んでいける、プライバシー、セキュリティは盤石、時間価値を最大化させる究極のビジネスツールです。双日株式会社航空事業部ビジネスジェット事業課で課長をやっております桜井陽平と申します。双日グループでは国際線にフェニックスジェット、国内線にジャプコンを傘下に収めておりまして、ご予算や用途に応じて適切なビジネスジェットをご提案して、導入後のアフターサービス、運航管理、チャーター運用、ワンストップでサービスを提供しています。双日はアメリカボーイング社の代理店を始めて60年以上が経つんですけれども、2000年初頭にボーイングビジネスジェット、通称 BBJ、 それを日本で販売してくれないかっていう打診があったんですね。ところが2003年の日本ではビジネスジェットっていうワードすらないっていうところから始まりました。そんな中で業務渡航で海外に行かれるトップエグゼクティブの方がビジネスジェットをチャーターで使ってくれるようになって、時間価値の最大化につながるねっていうふうにおっしゃっていただいて、で結果的にじゃあ自分がビジネスジェットを買うよという形で購入していただいて、でその飛行機をオーナー様が使わない時に第三者にこう貸し出ししていく、でそれによって体験してもらう人が増えてきて、一歩が二歩、二歩が三歩っていう形で飛行機が増えていった。フェニックスジェットは日本企業の資本が入った唯一のビジネスジェットの国際線運航会社です。海外のビジネスジェットのスタンダードに加えて、日本の最高水準のサービスの提供、安全基準の確保、これを目指して設立をしました。双日が核となって、日本水準の高い質のサービスをスピード感を持って進めることができているというふうに考えております。航空業界に長年の実績やノウハウがあるということからも、お客様から安心をして期待をお預けいただいているという側面もあるかと思います。I believe safety. Safety for them, it's absolute safety when they get on their flights in their aircrafts, and that the whole surrounding is, they feel safe. And also to provide safety training for all the pilots in the cabin attendants. ジャプコン岡山航空ではですね、国内線の運航ライセンスを保有しながらですね、機体の販売、整備受託、ジェット周辺のさまざまな事業の展開をしております。運航で大事にしていることは、フライトの計画が変わってしまった時などに対する柔軟性と、一つ一つのフライトに対してこだわりを持つ、そのようなことを心がけております。双日がジャプコンと一緒になるというところでですね、大きな決断が一つあったかなと思います。これまで双日では大型機を扱っていた、でジャプコンでは小型機を扱っていたというところがですね、融合することによって小型から大型までですね、商品ラインナップを揃えですね、よりいろんな人たち、身近にジェットを感じてもらえるような環境づくりができてくるのかなと考えております。機体の販売から整備から運航まで全てができる環境が整っており、この強みを生かしてですね、国内ないしはアジア最大のビジネスジェットグループになっていきたいと思います。各企業のグローバルビジネスの展開において、今後さらに需要が増えていき、ニーズも多様化すると予想しておりますので、質の高いサービスを提供し続けられるよう取り組んでいきたいと思います。コロナ禍の中で感染症リスクの防止を目的にビジネスジェットを利用するといった新たなユーザーさんも増えてきています。これまで培った経験とネットワーク、ノウハウを生かして、事業規模を世界に広げながら、日本のおもてなし精神であったり、サービス品質の高さを世界のビジネスジェットユーザーにも提供していきたいなと思いますし、世界に展開することによって、双日グループとして強固なサービスラインナップメニューっていうのができると思うので、それを日本のお客様、アジアのお客様に還元していきたいなっていうふうに思います。双日は航空産業にこれまでも長い歴史携わってきている商社の一つだと思うので、個人的には空飛ぶ車という事業領域においても、パイオニアとして新たな価値を
作っていきたいと思っています。